皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。皆さんクリスマスイブですね。ですから今日はここにあるようにですね、ツリーの LED 飾りについて話をしていきたいと思います。このツリーの LED 飾り、実はですね、私の周りにある日頃よく使っているというか、逆に余しているような部品を使って作ってみたものなんですね。当然回路はですね、ブレッドボードに差し込んで、こんな風にですね、簡単にちょこちょこちょこという風な数点の部品でこのような飾りができるわけです。ただですね、これ設計するっていう風な観点に立ちますとですね、いくつかキーポイントがあるんですね。ですから、こういうの作るの得意だよっていう風に思ってる人、その中でもですね、いやいやゼロから設計するのは難しいよねって、何がポイントだか分かんないよねっていう方向けに、ざっくりですね、こういったものを設計するアプローチの一つとしてこういうことが考えられるんじゃないですかっていう風な説明を今日はさせていただきたいかなと思います。ブレッドボードを上から見た時の拡大の写真が、このような感じなんですけども、部品点数としてはですね、それほど多くはないですよね。結構大きな部品も見えますね。パワートランジスタのようなものが見えますけども、これもですね、手持ちにこれしかなかったので、それを採用したというレベルです。このような回路を設計するにあたって、LED は通常ですね、縦につなげるわけなんですね。ちょうど積み上げるようにつなげるんですけども、そういった時にですね、電流の制御っていうふうなことが必要になってきます。そこら辺がですね、設計のポイントかなというふうに思います。まずは回路図を見てみましょう。回路図はこのような回路図になっています。まず LED ですね、ここに3個縦に並んでいます。これは緑の LED です。こちら側にも3個並んでいます。これは赤の LED です。緑の LED が2列、赤の LED が2列というふうになっています。この3個という数はですね、もともとここの電源が 12V だからというところから計算されています。そして重要なことを先ほども説明しました。ここにちょっとちっちゃく書いてますけどね、20mA というふうに書いてあります。つまりここを流れる電流、 LED を流れる電流ですね、それぞれ4箇所、いずれもですね、 20mA で流すというふうなことを目標にした回路になっているわけです。 20mA はこの類の小さな LED ではですね、定格の電流になります。そして重要なことはですね、LED のこの両端の電圧、これは部品のばらつきによって微妙に変わるんですね。例えばこの赤の LED は定格 2.1V というふうになってますけども、これはですね、 2.2V だったり 2.0V だったりばらつくんですね。それらがですね、こう縦に積み上がりますとですね、全体の電圧は変わるわけですね。フォワード方向の電圧ということで、一般に VF というふうに呼ばれています。そして VF が変わっても流す電流を一定に保つという回路がここにあります。低電流回路ですね。これ部品の型番見ますとね、3.3V のリニアレギュレーター、つまり何らかの電圧から 3.3V の電圧を作るときに使う、三端子のとても便利な、おそらく皆さん持ってると思いますけども、そういった部品なんですね。その部品を使いまして、
まあ、こちらの LED の VF が変動したとしても、ここを流れる電流が 20mA になるように制御する回路というのがこのような回路になるわけです。もう一つの重要点っていうのは、ここの点滅制御回路ですね。部品 NE555 なんですけども、これは多分工作が好きな方は皆さんご存知ですよね。まあ、ここではですね、周期的に発信をする回路を組んでいます。今ちょうど周期としてはですね、1秒あたりを周期にして点滅する。まあ、1秒の間に緑か赤というふうにですね、点滅するというふうな、そういう回路にしています。まあ、この555の回路は、ここではですね、5V で動かしています。まあ、そのためにですね、小さな 5V のレギュレーターをここに置いているわけですね。入力が 12V、そしてここの出力が 5V ということですよね。まあ、そうやって 5V で動作するものですから、こちらの LED のこの電源、まあ、この場合ですと、まあ、そのまま出ると 12V 出る、まあ、ここで 3.3 ドロップしたとしても 9V とかいうふうな高い電圧が出るわけなんですけども、まあ、それを電流駆動するためにここにですね、電流増幅回路というものを置いているわけですね。まあ、そしてこの LED は緑と赤を交互に点灯させていくわけですから、この555の出力、この信号がまあローとかハイとか、まあデジタル的に変化するわけなんですけども、まあ、それら相互にですね、点滅をするような形にしなければいけないので、もう一つ重要なポイントとしては、論理をひっくり返すための反転回路がここに必要になるわけですね。そのような構成で、この555が出すロー、ハイのデジタル的な信号を、このトランジスタはそのまま電流に変換して、こちらの中を流れる電流をオンオフするわけですね。まあ、そしてもう一つのトランジスタは、この反転回路によって、まあ、相互にですね、オンオフが切り替わるような回路構成になっているというわけです。シミュレーションすることの利点としましてはですね、特にここを流れている電流が本当に正しく流れるだろうか、まあ、そのためにこういったところの R をどういうふうに設計すればいいのかというふうなことを、まあ、実際設計値を確認できるというところですよね。また少し考え方が難しいのは、まあ、簡単なようでもこの論理反転の回路、まあ、こういったところもですね、どうやって論理反転になっているのか、あるいはなぜここに抵抗が入っているのか、まあ、そういったことをですね、シミュレーションで、まあ、実際にこういうところにプローブを当ててグラフにすることによって動作の理解が進むということになるわけです。まあ、それでは設計をするための一番大事な要素、この LED の VF について調べていってみたいと思います。まあ、今回使用する LED、まあ、どちらもスタンレーの製品なんですけども、赤はですね BR3368、まあ、そして緑はですね GL3KG44 という型番のもので、まあ、少し製品としてはですね、古い製品で、まあ、私の手元に余ってたものですよね。まあ、こちらの VF はですね、赤は 1.7V、まあ、そして緑は 2.1V なんですね。まあ、ここに書いてる回路はですね、まあ、実は LT スパイスの中にデフォルトである LED のモデルなんです。これ右クリックして、まあ、ここでピックニューダイオードっていうふうに出ますので、これをクリックしますと、このように表が出てくるわけですよね。もう皆さんご存知だと思いますけども、この中でですね、LED というふうに呼ばれるもの、ここタイプでそうとしますとですね、これだけ種類があるわけなんです。
でこの種類をですね、まあ、少ないですからもうこの際全部並べてみましょうというふうな形で並べたんですけども、まあ、少なくともこの NS から始まる、まあ、この辺はですね白色ダイオード日夜の製品なので、まあ、これは除外して、まあ、残りをですね並べてみたというふうな形になります。まあ、それがこのような形になっているわけなんですけども全部ぐるっとこういうふうに直列で並べましてね低電流源で 20mA ということでもう直接駆動するんですけどもこういうふうにしますとねあのグラフが出てこないのでここで DC スイープのシミュレーションコマンド、まあ、DC スイープ解析ですよね、まあ、それで信号源を I1 というふうにしまして 10mm から 20mm という形でそういう定義をしてシミュレーションをするというふうにしますとここにこのようなコマンドが出てきます。では早速これシミュレーションしてみましょう。まあ、このような結果が出てきます。まあ、当然最初は真っ暗なんですけども、まあ、これはですねプローブでこういうふうに当たってそしてさらにこれをこういうふうに持ってきてこの黒くなったところで離すというふうな形をしますとこういうふうに2点間の差電圧が出るわけですね。上から順番に差電圧を表示したものです。まあ、そしてここ見ますとねこの赤いのとこの紫のが、まあ、ちょうど、まあ、1.7 とか8とか、まあ、その辺のレベルの LED、まあ、そしてこの紫がですね 2.2 とか 2.1 とか、まあ、そんなレベルの LED で、まあ、それはどれに当たるかなということでここを抜き出してきてみますとですねちょうどこの D2 の LED と D7 の LED というふうなことがわかるわけです。まあ、ですから今回ですねもう適切なモデルを作るということはもうはしょりましてですねもうすでにあるライブラリをそのまま利用しようということで、まあ、スタンレーの赤色の LED の代わりにこちらの QTI の LED のモデル、まあ、そしてスタンレーのグリーンの LED の代わりにこちらの PT のモデルを流用しましたというふうなことにするわけです。そうして先ほどの回路図に戻るわけですね。この LED のところを拡大してみましょう。このようにですね、緑は PT から始まるもの、赤は QTL から始まるものですね。まあ、それではですね、トランジェント解析10秒で早速やってみましょう。こちらのグラフにですね、もうすでにライン A、ライン B、ライン A、ライン B というのはここにあるんですけども、まあ、こうやってシンボルがあったときにですね、一体これどこの信号だろうっていうふうに思われた場合、これを見つける方法があるんですね。まあ、それはですね、オルトキーを押したままマウスでこの信号を右クリックします。まあ、そうしますとね、このラインですよってハイライトされるんですね。まあ、上の信号はどうでしょう。こうですね。まあ、このラインですよってハイライトされるわけです。まあ、そうやってですね、信号がどこの信号か、これはここのダイオードを言ってますよということですよね。まあ、わかるわけですね。まあ、まずはこの発信元、ここの部分を拡大してみましょうか。まあ、この発信回路はですね、555のデータシートに記載されています。まあ、ですからその通りに書けばいいわけなんですけどもここの C1 あるいはこの R1、R2 どうやって決めたんだろうっていうところがポイントになるかと思います。まあ、これは555のデータシートからの抜粋なんですけども回路図に書いてあった回路はここに書かれている推奨回路です。まあ、そしてですねここにRA、RB というふうな形で抵抗を置くというふうなことになっていますね。まあ、それで RA、RB はここにあるような形で計算しましょうなんて書かれているんですけど、まあ、そんな必要全然ないですよ。まあ、数式のすぐ下のところに、まあ、このようなグラフがあります。まあ、これ横軸はコンデンサーの容量ですね。そして縦軸がですね、周波数になってますね。今回周波数は1秒の点滅を目指しましたので
この1秒のところを見るわけですね。これをこういうふうにたどっていきます。でこういうふうにたどっていってですね、部品コンデンサー、ちょうど良さげなコンデンサー1マイクロファラッドあたり、この辺の1マイクロファラッドあたりとの交点っていうとこの辺になりますよね。でこのようなところでですね、近いところというふうに考えますとこういうふうになるわけです。さてここの部分のこの線、ここ矢印で書いてありますけれども、この線は RA と 2RB を足したものが1ミリオームだというふうな線だというふうに記載されているわけですよ。つまり、ここを選ぶとすると RA と RB がこういう関係で1メグになるものを選ぶと、ちょうどこの1マイクロファラッドで、おおよそ1秒の点滅、正確に言うとね、こういうふうな、この辺のところになっていくんでしょうね。ここちょうどここ、ひょっとしたらですね、2Hz ぐらいになるかもしれませんけども、そうやってざっくり決めればいいんです。でこれ考えますとね、 A と B を足すと3というふうにして、1メガを3で割るとおおよそ330ですから、 RA を330オーム、そして RB をですね、その場合の660オームにすればいいわけなんですけども、660というのは 24K のシリーズにないので、330オームと620オームというふうに選べば、おおよそ 1Hz、 つまり1秒の点滅になるかなということですね。そうやって決めたのがこちらの1マイクロファラッドと300キロと620キロですね。この比率あるいはこのコンデンサー変更しますとですね、点滅のサイクルあるいは周期が変わりますので、皆さんですね、このシミュレーション実際自分で動かしてみてどんな風になるかっていう風なことを体験してみてください。そして次にちょっと考え方が難しいのがこちらの低電流の回路ですね。これ 3.3V の単なるレギュレーターなんですけども、それのグランド側をですね、こういう風に回して抵抗のところにつけてですね、そこから電源を取るというこういう回路にしますとですね、低電流回路になるわけです。一般にはですね、これはですね、同じシリーズでアジャスタブルなレギュレーターがあるんですけども、そちらを使うのがよりいいんですね。そちらの方ですとですね、ここを流れるこのグランドから流れる電流がないので、正確に電流値をコントロールできるようになります。今回はですね、ちょっと端折って手元にある部品を使ってみました。この動作はシンプルに考えていいです。レギュレーターですから、このグランドとこの出力の間が規定された電圧になるように働くわけです。その間にはこの2本の抵抗があります。同じ抵抗を2本並列にしているのは、これは電力を分散するために平行にしているわけですね。そして抵抗値としては合成抵抗になりますから、510オームの半分ということになるわけです。で 3.3V で510オームの半分、ちょっと計算合わないよね、少し8ミリほど足りないよねっていうふうになるんですけども、それはこのグランドから8ミリほど電流が足されて流れているからなんですね。そこでここの緑の LED D4 を流れている電流値を見てみましょう。こちらにありますけどもね、こうやって見ますとちゃんと 21mA という電流値になっています。でもう一つのこちらの赤の方を見てみましょうか。この D6 の方ですね、D6 の方はですね、ちょっとこんな風にですね、エッジのひげが出ているのでグラフが全体に縮まって見えていますけども、こちらも同じく 21mA ちゃんと流れていますね。この回路で面白いことはですね、電流を制限している、つまり電流をコントロールしている電流源になっているわけですから、例えばこの LED がショートしたとしても電流値が変わらないんですね。ここでですね、わざと1個 LED をショートさせました。この D4 の電流は変わるんでしょうか。シミュレーションしてみましょう。
こちらが D4 の電流値ですけども、21ミリアンペアから全然変わってないですね。このようにですね、この LED の数によって電流値が変わらないような制御をこちらでしているわけです。ただしですね、これ増やしていきますとこちらの電圧が足りなくなりますので、12V では3個までがちょうどいいレベルかなというふうに思います。その結果ですね、こちらのアノード1、アノード2のこの電圧、これ見ますと一番上のグラフになってますけども 5.5V と 7.2V のところを往復していますね。赤と緑変わるごとにですね VF が違いますので電圧差が出てくるわけですね。電流を一定にしようとして制御をしていますので当然逆に電圧を変えなければいけない。それがこの低電流回路の働きということになるわけですね。こうしてですね、このライン A がこのトランジスタがオンになることによって電流が流れるとこちらの緑と、こちらの赤が電流流れることになるわけですね。緑はこちらの電源から、赤はもう一つこちらの電源から取るわけですから、いずれもですねちゃんと20ミリ流れてここのトランジスタに流れ込むわけですね。発信が反転したときは全く逆ですね。こちら側がオンになるわけです。そうするとこちらの赤とこちらの緑、それぞれ赤も緑も違う電源からきちっと20ミリで制御されているというふうなことになるわけです。そうしてですね、このように結構電流電圧を大きく使うとき、必ず注意してほしいことはそれぞれのパーツでどれだけの電力を消費しているのかということに注意をしてほしいわけですね。例えばこの IC でどれぐらいの電力を消費していますかっていうのを見るときにはオルタキーを押してこの部品の上にカーソルを持っていくとこの温度計のマークになりますから、これでクリックをするとですね、こちらの今ちょうど一番下に見えてきましたけども、このパーツの電力がこちらにあるようにワットで表示されるわけですね。ミリワットのクラスですから、この大きいトランジスタから見ると全然問題のないレベルですね。そういったことをですね、こういう大きな電流が流れる抵抗とかあるいはトランジスタとか、そういうところで調べてちゃんと定格の範囲に入っているというふうなことを確認することをお勧めします。さて、いやいや12個ではとっても飾りとしては少ないですよって、もっとたくさんできませんかっていうふうな話になれば、当然このように LED の数を増やすことになると思います。その場合はですね、こちらにあるように電源電圧を上げるしかありませんね。例えば DC-DC コンバーターで上げてもいいかもしれません。この場合、今回はですね、その手法については言及しないとして今 24V を加えたとします。そうしますとここで消費する電圧電力は、電流値で制御するのであまり変化はないわけですね。結果としてですね、12と24との差の 12V はですね、ほとんどすべて、こちらの LED のために使うことができるわけです。結果としてですね、32個使えるようになるわけですね。今まで3段しかなかったものがですね、8段までつなげることができるわけです。これでシミュレーションしてみましょうか。このような結果になります。重要なことはここを流れている電流ですね、この D の25の電流を見てみましょう。ちゃんと変わらず 21mA になってますね。そして D26 の方はどうでしょう。こちらもですね、こんなのがついているためにちょっとグラフがちっちゃくなってますけども、ここに 21mA というふうに出ていますね。こちらのこのとんがったのはですね、こういう LED のですね、接合部分の容量とかこのトランジスタの速度とか、そういったもので影響してきますので、こんな風にしてエッジで見えているわけなんですけども、これは実際動作にはですね、あまり影響がないので、このままという風にしておきます。
まあ、今回はですね、このような簡単な回路で綺麗なツリー用の LED ができますよというふうなことでした。まあ、設計のキーポイント分かっていただけるとありがたいかなというふうに思います。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。